はい、ありがとうございます。はい、続きましては、ブロックの2回戦第2試合、サシアさん対ジュダさん。はい、ジュダさんは、前回の優勝者ですよね。資材。優勝した。確か優勝したはず。はい。投げ出しかしない。さあ、前回は半蔵で優勝しましたが、今回は源十郎での参加です。さあ、マイブームなんでしょうか。さあ、いずしか最近の試合で、ジュダさんが33連勝とかすごい記録を、残していきまして、その勢いを、この大会でも生かしていきたいところですが、さあ、源十郎の方若干ビハインドを追ってますね、これは逆に。さあ、小足から投げまして、さあ、ほぼ体力的には五分といったところ、さあ、こういう、さあ、ぬえ玉を投げてるのは、サシア・バサラ。さあ、ダッシュの無敵でうまいこと牽制を避けつつ、接近を試みましたが、三連殺がヒット。さあ、ところ、差し足は漏れてしまう形か、それとも狙って出したのか。さあ、じゃあいい。三連殺出し切ったさあ、二発止めを踏んで、さあ、大切りを出してしまっていたが、さあ、一本目選手したのは、源十郎の方。さあ、裏回りダッシュ A で、さあ、相手を落とす。さあ、遠距離大切り。さあ、垂直ジャンプ大。さあ、バサラのジャンプ大切りもまた判定広い方ですね。さあ、いや、今のは、血差しですね。さあ、血差しをうまく対空で使って、今のはうまいですね。あーと、しかし、起き上がりにタッチからの五光山が刺さって、さあ、武器があろうことか、源十郎の足元に落ちてしまった。差し足はしかし痛い。さあ、ダッシュ A、判定は強いですね、こちら。判定が強い。さあ、投げ回避の垂直ジャンプ台よ。さあ、逆に読んで、さあ、体力的ほぼ五分。いや、若干バサラが不利か。しかし、投げ一発で減る体力だった。一本取り返して、さあ、両者1-1。三本目勝負。さあ、バサラは怒っている。さあ、バサラの怒り時間は何秒間でしたっけ ?15 だった、25だったか30秒間ぐらい怒ってますね。さあ、そして、元の攻撃力も高めなので、このアドバンテージをうまく活かしていきたいが、さあ、おっと。雫陣を、おっと。シャガチューをヒットさせられた時点で爆破しましたね。さあ、ダッシュ投げ。さあ、大川さんを発生前に、あーっと不思議な暗い判定。さあ、攻撃判定が後ろの方に行ってしまった。さあ、ダッシュへ。シャガチュー、うやむや、三連殺。さあ、シャガシ、さあ、3C ですね。3C 大王ゆち。さあ、大がヒットして、さあ、ここで、小ゆちはヒット、大切りをどうするのどうぞガードさせた後は、そのまま確定で、おっと、失礼しました。攻撃陣をぶち当て、相手マップ出す。ジュダの源十郎が、さあ、ブロック決勝進出おめでとうございます。はい、続きまして、B ブロック2回戦ですね。第1試合、タイジュさんとドロさん、こちらお願いいたします。さあ、ドロさん、このゲームやるの久しぶりじゃないですか。なんだかんだ言って。おっとさあ、一応さ、うまいこと勝ちを進めて、プレイ時間を長くして、頑張り勘を取り戻したいところですね。さあ、対する 2B 側は、さあ、現在自粛中の、体重ガイラ、レバー回転自粛中と言いますが、さあ、果たして、今回も、自粛するんでしょうか。これは見物でございます。さあ、一本目勝負。うわ、もう早くも回している。さあ、掴む前から回して、やる気は十分伝わるが、さあ、回すのは遠心殺がヒットしてからにしましょう。さあ、両者、ダッシュ A が、使ってしまったようですね。しかし、おっと、両者競技量一回ずつ当てて、ほぼ五分といったところ、シャガダイがまたヒットしてしまって、さあ、ダッシュ中央が、さあ、弾かれキャンセルの、さあ、弱爪もしっかりガード。さあ、体力に若干有利はガイラ。教師を貯めるのは水木ですね。おっとしゃがみ大切りのスカイリにジャンプ大切りがヒットしなかった。これは痛い。そして助かった水木。さあ、ジャンプ大切りがヒット。さあ、前転落にヒットしないで、さあ、ジャッシュ中からの弱爪。これは安定したコンボで、さあ、体力をさらに広げる。おっと、ジャンプ大技量空対空でヒットさせて、まず1本目選手したのは泥水木。さあ、2本目。さあ、しゃがみ大技量ヒット。ああ、ガードしたが出しだが間に合わず。しかし、その後、6CD で投げる。さ
さあお互いお見合いのところの、最初に投げ勝ったのはガイラだが、さらに水木側も投げる。さあ境地を貯めて、両者貯めてますね。さあダッシュヒットこかしたところで大きい攻め、あ、押し寄ったところを、リバサの豚ですね。ダッシュ C ガード、あーと垂直ジャンプ台が深手だったが、ダッシュ中が間に合わず、さあさあ勝利でなんて言ってられない、投げてダイオジヒット、さあちゃんと決めるところは決める、大、体重ガイラー、さあ一本取り返して両者1-1、こうぞーっとガイラのジャンプ力でもちゃんと飛び越せた。おっと構造さあ石頭で無理やり掴んだ。さあここからそうと、シャガチュー、シャガチューと引っかかってしまって、さあ無駄なダメージを被ってしまったが、依然体力的有利はガイラ。しかし教師が発動できる状態で両者、さあどうなる、どっちが先に、さあガイラが強者発動、いっせー遠そ、さあ即遠心かと思いきやだ、そんな高等テクニックなかった。ダッシュ C をすからせた後に 4D の隙に一戦をヒットさせて、さあ体重ガイラがブロック決勝進出、おめでとうございます。はい、続きまして B ブロック2回戦ですね。吉田さん、吉田さんのゲド、そしてお待たせいたしました木久扇さんのナコルルですね。はい、こちらの方じゃんけんお願いいたします。はい。さあ、決まりましたね。さあ、1P 側が、キコーさんのナコルル、2P 側が、吉田さんのゲドですね。さあ、キコーさんもサムスピアンの久しぶりなんじゃないでしょうか。さあ、まず操作感を覚えることから始めましょう。さあ、果たして、さあと間合い外だったタチラクイーン。さあ技の判定、そしてリーチともに優れているゲドの通常技、さあその牽制をかいくぐってうまいこと接近戦を、挑んでいきたいと思っている、気候ナコルルでしょうか。さあ鷹を飛ばす、おっと鷹を読んでの前転だったか、しかし楽に出ず、そして肝心の出た時には相手は後ろ、そしてジャンプ台深当てからさらに遠距離台切りで、さらにリードを奪っていく気候ナコルル。さあどうする、さあ前転楽園からゲロ、さあ楽園がヒット、しかし残り時間の方が4秒3秒数秒1秒、間に合ったさあちょっと今はもったいなかったが、しかしさあ九死に一生を得た、さあ吉田ゲドが1本目を先取した。さあしゃがみ中切り、こちら下段判定こかしですね。さあ先ほどの、逆転劇がまだ精神的に響いているか聞こう、ちょっと2本目は冴えない立ち回り。さあ高尾を見てから前転楽園、さあ遠距離しゃがみ台切りのそこのスカリを、さあアンヌ娘までのコンボで角換を美味しくいただいた。さあゲロ吐いて牽制、牽制刺さってしまったか、しゃがみ絵で決定打にはならなかったか、その後の前転楽院で勝負あり。さあ2本練習して吉田ゲロが B ブロックの決勝に進出です。おめでとうございます。はい、DVD の方の時間はまだ30分ありますね。じゃあ行けますね。このまま参りましょう。それでは次 A ブロックの決勝参りましょう。自演の人 VS、こちらジュダさんですね。こちらお願いします。はい、それでは A ブロック、 A ブロックのブロック決勝、 1P 側が、おっと、これ誰の、この時計誰の、この時計誰の、これ駅まで売ってくればいいから。いや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 、本
はいはいはい。いい、そうよね。ずっとずっと閉店してるよね、あそこの番組で。あそこ営業時間10分ですよ。毎日が閉店セール。いや、そんなこと言ってやに。さあ、両者、もういつの間にかいざ尋常に1本目、勝負。さあ、開幕出し投げ。起き上がりには何も重ねない。さあ、後転から後腹陣、珍しい。さあ、一つ。さあ、スライユンからだ、ユイチ。体力は両者五分。割と静かな立ち回りか。いや、でも、お互い何かいろいろ動いている。さあ、深手から、チュー。グレン脚で、ヨイチ。さすがにこの走りは、あったすかしたと思ったけれども、なんか技が使ってた。さあ、裏裏。一つ二つ三つ命課長。さあ、しかし、こっからでも演者は十分逆転できる。しかし、3、2、1、一本。まずは、源十郎が一本目。さあ、しかしタイミング合わず。さあ、非常に静かな、立ち回りは静かではないんですけど、体力的には非常に静かですね。さあ、足払いから第一、裏回って二つ、三つ。後転裏王家で近づけさせない。怒りが切れるのを待つ作戦か。さあ、不意地ガードするも反撃はならず。おっと、怪しいジャンプ台の判定。裏回ってたけど当たりました。さあ、深手から中、そしてグレン脚裏回って三つ。しかし時間切れ。さあ、演者が一本取り返した。さあ、両者怒っている。おっと、着地に合わせて無敵な裏五行で迎撃。しかし武器の落ちた位置が良かった。サクッと拾って、おっと、バックダッシュにジャンプ台が刺さる。あっと、生ちょっと安い。相打ちダッシュ台、強引に投げる。裏回りだったがガード。さあ、投げて残り10切った。爆発、垂直ジャンプ台で逃げる。あー、最後は体育足払い。ジュダ源十郎の勝利。1本目の投げつかりがあれが痛かった。まあでも非常にゼロスペらしい戦いでしたね。敗者復活戦は敗者復活戦はありません。はい、続きまして、はい、 B ブロック、決勝参りましょう。タイジュさんと吉田さん、こちらの方お願いいたします。一応3位決定戦も行いますので、そのつもりでいてください。よろしくお願いします。はい、じゃんけんの結果、1P 側に座るのが、吉田さんのゲドですね。 2P 側が、省エネ中、絶賛省エネ中の、タイジュさん。さあ、どんな戦いを見せてくれるんでしょうか。 B ブロックの決勝戦、はい、参りましょう。自信を使わない。ゲドに自信って。
さあ、ところどころで時事ネタを、ま、さあ、ところどころで時事ネタを混ぜていく。さあ、昨日のキャリバーでもなんか水槽担当大臣が現れましたけど、さあ、今回は、そのさ、今回は地震災害に対する、さあ、地震災害に対するあれでしょうか。さあ、さあ、自粛と言いながらも完全に煽りにしかなりません。さあ、おっと不意をついた。さあ、さあ、大島でしっかり決めて、一気に体力を6割奪った。さらに小足をガードさせて、回して、大押しヒット。さあ、結構今回警戒に回してますね。いいレバーでしょ？うん。よかった、よかった。昨日のキャリバーでは 2P がなんか避難5号でしたけど、そんなことはなかった。はい、さあ。2回連続で3投げた。さあ、今度は逆に駒投げを仕返す。さあ、よく回る。あ、しかし大吉入らない。さあ、ゲロを。さあ、ゲロをすするような伏せから、大義。さあ、両者1-1。さあ、怒りマックスのガイラは、ここから、勝つ。さあ、ダッシュ C が刺さって、さあ、両者体力ほぼ五分といったところでしょうか。さあ、3C が引っかかって、さあ遠心投げた。しかし、ダウチがヒットしない。早い早いだる。さあ、さあ、ジャンプ台深当てから遠距離中切り。ここはコンボ。ウヒ。さあ、ジャンプ台攻撃を、さあ、前転で避けて。さあ、どうなるの？さあ、どうなる？さあ、おっと、これは、さあ、ガイラ発動。そして、さあ、両者、どうなるの？どうなるの？どうなるの？これ、おっと、カーツ！さあ、遠距離中入りを、さあ、ガードして、動こうとしたところを、弾かれキャンセルのカツ、こちら刺さってしまいまして、さあ、決勝に駒を進めたのは、タイジュさん、おめでとうございます。はい、それでは3決ですね。3決を行いましょう。さあ、A ブロック、決勝で敗れてしまった私こと、自演の人と、さあ、B ブロックの決勝で敗れてしまった吉田さん、こちらの方、3位決定戦を行いますので、こちらの方お願いします。なんか、吉田さんって聞くと、なんか、ニデラのあれを思い出したんだけど。吉田さんはちょっとね、吉田さんに大変申し訳ないんですけどもね、侍戦の中にはね、吉田さんっていう人が前にいたのっていなかったりしましたね。はい、では、ね、はい、3位決定戦。はい、チャーリーからマイク奪い取りましたよ。はい、はい、じゃあ行け、後ろ、コメント、コメント。頑張れ。はい、コメント。はい、チーン、はい、始めてください。はい。はい、阿久津さんは来ない。どうやっても来ない、残念賞。はい、赤い。なんか赤くてちょっと人間じゃない者同士の対決。はい、ちょっと見なかったことにしておきましょう。はい、じゃあ、気を取り直して、はい、三決イェーイイェーイほら、エンちゃんも喜んでるはい。はい、じゃあちょっとね、試合の内容を見ていきましょう。ね、ゲドはどうやってね、この近距離のラッシュをね、裁くかっていうところがね、ちょっとポイントです ね。遠距離でね、様子見てられるとね、まあ、ゲドもやり方もありますけれども。はい。なるべくね、間合い、そこの間合いはね、中距離前で外したいところだけどね。うん。さあ。だから、ゲドをなるべくね、攻め込ませないようにね、どうやって牽制巻くかっていうところは大切ですね。そういう体育技とかを的確にやるっていうところはやっぱゲド使いの強さ。うん。中距離戦はね、もうね、ゲドのステージなので、どんどん行っちゃっていいと思います。そう、近距離戦はね、どうしてもね、結構、地味になっちゃう。おいいね。これ時々ばらまかれるとね、本当に動きわかんなくなるからね。はい、やっぱりちゃんと下道殺しは分かってる HK 詰めてった一本。さあ、どうやってこの近距離戦を裁くかが二本目の課題、下道使い。さあ、行く道が出る気がするな。お。さあ、キックをちょっと巻き出した。うん。
さあ、陸道 !HK の陸道やっぱ決まった。おそらく日本一陸道の精度が高い HK。 はい、あ。日本で2番目はタケ、3番目不在。さあ、もう一回行っちゃったよ。本当に決めたし、この男。はい、3位決定は、はい、HK。さあ、すべて仕組まれていた。いやー、まあ、優勝しなきゃ意味ないんで。あ、おはようございます。おはようございます。おはようございます。寝坊すか。いや、まあいいや。あ、そうですね。はい、すいません。ちょっと大会中申し訳ございません。ですね、本日、基盤屋トライさんの一角で大会をさせていただいておりますが、こちら基盤屋トライさんの方ですね、お客さんも営業してますので、来られてます。はい、こちら、アストロの台よりも少し、前の方ですね、道を開けてあげてください。はい、あと、トイレの方も開放しております。トイレの方もトライアミューズメントタワーでご遊戯中のお客様が使いますので、そちらの方のルートも開けてあげるようにしてください。よろしくお願いいたします。